最後のスライドになりますこの最後のスライドが、えー、ポリゴンというサービスになってまして、これもね結構あの最近いただく質問多いですね、えー。マティックっていうのが昔のもので、えー、名前を、えー、変わってます。こういう形ですねポリゴンという形に今変わってます。で、えー、プロジェクトは何って言ったら、そのイーサリアムってありますよね。そのイーサリアムの、まあ、いわゆる拡張をしやすくなるためのこう補助のサービスみたいなもので、まあ、いわゆる あのディファイブームがありますから、そのディファイブームの時にわざわざ1からイーサリアムで構築をするんではなくて、こうやってポリゴンみたいな形の間接サービスを使って、もっとこうあのなんだろう効率よくディファイを運用しましょうみたいな話になります。なので、ディファイのブームが出てくると、こういうプロジェクトっていうのはあの価値が上がる、まあ、いわゆる利用者が増えるので、利用者が増える、すなわち価値が高まるという形になってきます。じゃあ、なんで落ちてきちゃうのかっていうところなんですけれども、当然ですけども、イーサリアムと連動します。 イーサリアムの価格と連動するっていうのもあれば、イーサリアムの将来性と連動するわけですね。で、イーサリアムの将来性って、え一番お,よぼお脅かしてるのは、あの今のところ、あれですあの、バイナンスブロックチェーンですね。<laughs> なぜならば、あの皆さんもあのディファイを使うときに、まあ、ファーミングとか使ったときに、BNB 使いません。 今もともと々イーサリアム使ってたところを BNB 使う機会が多いと思うんですよ。でこれは BNB ああの価値が高まったなあっていうところだけじゃなくて実際にユーザーザが流出してますよねあの新規のユーザーが BNB を使っていて個産のユーザーがイーサリアムを使ってるだったらまだいいんですけども基本的にはこの新規のユーザーはまずファーミングやってないし 子さんんののユーザーザはどんどん新ししいいものに行くしっていうところで実はあの結構昔のプロジェクトっていうのは人が流出する一方なんですよね。新しく入ってくるって結構しんどいという形になってます。なのでイーサリアムの関連プロジェクトが全体的にちょっとやや、えー、落ち気味で反対に新しいユーザーいわゆる2021年以降入ってくるユーザーを取り込むことに成功したイーサリアムのライバルプロジェクト、えーまあ、代表的なところで言うとソラナとかがですね、えー、比較的ポジテ ポジティブになっていくというような構図になってますでこれがそのまんまその通り行くかどうかはわかんないわけですよ例えばイーサリアムが大逆転劇であのー、もう他のプロジェクトのユーザーをもう,もう一度借り込んでまたなんか世界ナンバーワン買い咲きましたってなる可能性も十分あるわけですねそういったものを追っかけるために必要なのかやっぱり公式サイトでどういうことやってるのかとかスケジュールとかロードマップどうなってるのかというところを追っかけるのが必要になってきますはい